若い頃は女優としてご活躍され、歌手としての活動もされていた柏木由紀子さん。近年は AKB48 の柏木由紀さんと名前が似ていることから、ご自身のブログ名に柏木由紀子でございますと間違えられないようにタイトルを付けられ、お茶目な一面も見せてくれています。今回はそんな柏木由紀子さんをご紹介していきたいと思います。本名大島由紀子。生年月日1947年12月24日。血液型 A型。出身地東京都世田谷区。所属事務所坂本九音楽事務所。柏木由紀子さんの家族構成ですが、ご両親、お姉さまが2人、柏木さんの5人家族です。出身校は、小学校から短期大学まで玉川学園に通われていました。そんな柏木さんは、子供の頃から引っ込み思案の性格だったことから、お母様が心配し、小学校5年生で劇団若草へ入団。劇団の同期生には、現在も女優としてご活躍中の酒井和歌子さんがいて、今でも大の仲良しだと言います。やがて少女雑誌、女学生の友でモデルを務めると、1964年、高校在学中に、松竹映画、明日の夢が溢れているで女優デビューしました。そして、その作品で主演を務めた三田明さんの所属事務所から勧められ、翌年には若い真珠で歌手デビューも果たしています。その後、TBS 系ドラマ、東京の人でヒロインを務めると、テレビドラマを中心に多くの作品でご活躍。代表作として、細腕繁盛記や新妻鏡、華麗なる一族などがあります。そして30歳の誕生日目前でご結婚され、それを機に芸能活動をセーブ。現在は女優のほかファミリーコンサートを開催されたり、講演会も開かれているようです。さて、柏木由紀子さんといえば、ご主人の坂本九さんのことが思い出されますね。お二人の出会いから結婚までのエピソードをご紹介いたします。その前に、坂本九さんについてもご紹介しておきましょう。坂本さんは神奈川県川崎市のご出身。日本大学高等学校在学中の1958年5月、井上博士とザ・ドリフターズにボーカル兼ギターとして加入しました。そして8月にはロカビリー歌手として第3回日劇ウエスタンカーニバルへ初出演。新人賞を受賞しています。同年12月にはダニー・イーダとパラダイスキングのメンバーとなり、翌年6月、題名のない歌だけどでレコードデビューへ。1960年8月にはソロとして悲しき60歳をリリースし、10万枚のヒットを記録しました。そして1961年10月に発表した上を向いて歩こうは、日本のみならず海外でもすき焼きのタイトルで大ヒットを記録。アメリカのビルボードホット100で3週連続1位となりました。この記録は日本人として初めての快挙です。その後も歌手としてはもちろん、司会や俳優としてご活躍した坂本さん。さらに、チャリティー活動にも力を入れていらっしゃいました。そんな坂本九さんとご結婚された柏木さん。2021年8月に、生島博さんがパーソナリティを務めているラジオ番組、生島博のおはよう定食一直線にゲスト出演したとき、
生島さんから、坂本さんの一目惚れだったようですね、と尋ねられると、当時を振り返り、同じ撮影所で別々の作品の撮影をしていた時、周りのスタッフさんたちから冷やかされて、喫茶店で会ってみたところ、電話番号のメモを渡されたと明かされていました。ただ、用事もないのに自分からは電話ができなかったとも話され、その時は交際に至らなかったのだそうです。その1年後、大阪へ仕事で行った柏木さんは、梅田コマ劇場で1ヶ月舞台に出ている坂本さんの看板を見かけ、楽屋へ訪問。その時、坂本さんから再度電話番号のメモをもらったことで、交際に発展したのだそうです。そして、1971年12月8日、お二人はめでたくご結婚されたのでした。1973年には長女の花子さん、1976年には次女の舞子さんが誕生。お嬢様たちはお父様が大好きで、よく三人でじゃれていたそうですが、そこにはなんと柏木さんも一緒に入っていたというほど、ご家族はとても仲が良かったそうです。また母の日には坂本さんから、舞ゆき子という曲をプレゼントされたというエピソードもあり、子供たちが寝た後にデュエット曲をレコーディングするなど、お二人はとても幸せな日々を過ごされていました。しかし、1985年8月12日、坂本さんは日本航空123便墜落事故に遭遇。43歳という若さで、帰らぬ人に。事故直後から取材や会見で非常に振る舞っていた柏木さん。悲しい気持ちが落ち着いたのは7回忌が終わった頃だったと明かしています。そして2004年、お二人の娘さんたちと一緒にママエセフィーユというユニットを結成。坂本さんの映像や歌声を使い、坂本さんのカバー曲を中心に歌い、まるで4人でステージに立っているような素敵なコンサート活動を全国で行っています。2021年のネットニュースのインタビューで柏木さんは、35年が経ち、坂本さんがいらっしゃらない生活に少しずつ慣れることができましたと語られていました。そして、現在も柏木さんが再婚されていないことについて、2019年に放送されたフジテレビの直撃真相坂上で MC を務める坂上忍さんから尋ねられると、坂本さんの存在が大きいからと再婚はしないことを明かされています。心の中には今でも、そしてこれからも、坂本さんがいて支えられているということなのでしょうね。2021年12月には坂本さんと金婚式だったことをご自身のインスタグラムで報告。結婚式を懐かしむコメントを載せていました。そんな柏木さん、お姉さまたちとのこともブログで話されています。2022年3月のブログでは、コロナ禍の中、久しぶりに三姉妹でお食事をしたことを綴られていました。三人並んでのお食事風景、和やかな雰囲気で、皆さんとてもお綺麗ですよ。そして、お嬢様たちについてですが、長女の大島花子さんは歌手としてご活躍中。また、次女の前坂由紀子さんは元宝塚出身で、その後は女優、歌手としてご活動され、ドッグセラピストの資格もお持ちです。お二人ともご結婚されていて、それぞれお子さんがいらっしゃいます。そんなお孫さんから、柏木さんはハワイ語でおばあちゃんの意味であるチュチュと呼ばれているそうですよ。かわいいですね。
現在は娘さんたちにご家族が増え、賑やかにお過ごしの柏木由紀子さん。これからもご活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。